界からの侵攻。目的は分からんが、世界を守るためだ。お主には引いてもらうぞ。よっしゃ、やるか。あー疲れた。もうシリアスやだ。母さん、お茶。新たな世界の危機に際し、何を言い出しますか、この主人公では。大丈夫、特別参戦だから。なんか見栄えのいいキャラクターいないかって召喚されたみたい。いいよ、ニールやれば。ノーマルエンドの方でヒロインズ差し置いて主人公扱いされてたし、明日からハッピートリガーニールが始まるんだよ。やだよ俺、そんなダセータイトルの主役。というかクリアしてからどのあたりがシリアスだったんだ。サマリルが一人でシリアスをしようとしていたのには笑えたが。笑ってたんだ。ダメだよ兄ちゃん、せっかくいただいた主役の座なんだからきちんと最後までやらないと。兄ちゃん本当は分かってるけど、ちょっと疲れただけなんだよね。おそまきながら反抗期なんだよね。できるよね、リーダン。ごめん、今素手噛んだ。すいません、今のところもう一回お願いします。かわいい、うん、面白いからこのまま続けます。大丈夫ですよ、とってもナチュラルに噛んでましたから。影の薄い少年キャラの一発逆転、起死回生を狙ったあざとい戦法って思われますよ。いや、俺見せ場ちゃんとあるし。これに関しては私、とっても異議を唱えたいんです。ニール君の見せ場は物語中盤に颯爽と再登場ではなくて、これでもかとばかりにフラグを立てまくり、ことごとく期待を裏切り生還を成し遂げるが、最終回直前主人公をかばってついに敵の凶弾に倒れるんです。主人公の腕の中で消えていく若き命。兄ちゃん俺ニール、しっかりしろニール。しかし最後の言葉を言い終わらぬうちに、その瞳は光を失い、力を失った腕がパタリと地に落ちる。そこで主人公の絶叫。そして私たちの息子は悲しみを乗り越え、決意も新たに再び旅立つと、主人公に決意させる方が断然面白かったと思いますけど。母さん、軽く殺意が湧きました。お前、妹に何を教えてんだよ。おかしいな、こんな子じゃなかったの。ああ、本当はああいう可愛い娘が欲しかったんだけどな、俺。方向性が変わっちゃうから無理だよ父さん。ああ怒っています。ボス無視して漫才してんじゃねえよとでも言いたそうです。だって喋らないんだもん。
無益な戦いは望まない。引いてくれ。続いてくれ。お願いです、どいてください。ほら行くわよ。この機を逃すな。続け。私ですか。続いてくれ。私を超えてみなさい。お願いです、どいてください。
ください。この機を逃すな。続け。続いてくれ。どいてください。さあ、私を超えてみなさい。避けて通れないのであれば切る。私ですか。続いてくれ。この機を逃すな。続け。Thank you.
行くぞ。続いてくれ。この機を逃すな。続け。進まないといけないの。続いてくれ。私に力を貸して。
この機を逃すな。続け。続いてくれ。私に力を貸して。避けて通れないのであれば切る。無益な戦いは望まない。引いてくれ。続いてくれ。ほら、行くわよ。力を貸してください。行くぞ。行くわよ。
避けて通れないのであれば、切る。一度は朽ちたこの命、燃やし尽くすことにためらいなどない。雷よ、我が身を撃て。聖なる剣をこの手に、闇を滅する炎となれ。ライジングブライズ。命を紡ぐために、思いを未来へつなげるために。僕の命を、闇を切り裂く刃となれ。シャイニングストライク。闇を切り裂いて。
逃がしません。引き裂かれし魂が示す世界にあるべきものが、世界により選ばれるならば、この力こそが真実。消えなさい、ヘレティックノヴァ。ここで立ち止まるわけにはいかない。気持ちいい。また僕は世界を守ったんだ。ほら、やればできる子なんだよ、ニータンは。いや、世界の危機でもなんでもないし、てか特別参戦だし。おめでとうございます。この記念を祝して、いい加減デシマルにはローストになっていただきましょう。デシマルのベイビーちゃんズですよ。ほら、私の必殺技でデシマルと一緒に出てくるヒヨコたち、さっき
時も出てきてたでしょ。あれ名前ついてたのか。テトラちゃん、あーしてください。いやいやいや、丸飲みとかしないし。あーん、誰があんな妙な色のひよこ食うか。まあそれ以外の色子は美味しそうだけど、ほらやっぱり。お待ちなさいシャルニーニ、犯人はテトラではありません。よく考えてみなさい、ヒロコたちはまだまだ小さすぎます。この子ならもっと程よく大きくなってから捕食するはずです。フォローになってないよ。にたくさんひよこがかかってたんです。小さいから出汁をとってスープにしちゃいましょうね。変な色のが一匹いるけど煮込んじゃえば一緒ですよね。ひよこたちが美味しく調理されてしまいます。これで終わりましたね、レオンス。今、何したい？いつも考えていることですが、早く家に帰って寝たいです。いつも考えてたんだ。母さん、新聞持ってきて。撤収。撤収？どこ行くの？あいつさ、お仕置きとして呪われたアイテムでも持たせた方がいいんじゃねえか。じゃあ作ってよ。貯めたら取れなくなったり不老になったりするすごいの。ああ、それなら作った。